じゃ切り抜き。いやことやってるんだろうなみたいな。いやいやいや。なんだこれ。どうぞもんよ。未来のことなんて考えていけない。うん、わかんないよね。私がおかしいようになるとなんか感じがおかしくなるから。なんだよ本当に。YouTube でやろ。一日バイト体験。いいよ。一般的な仕事をなめんじゃねえよ。あんたも見かねないの？え？あんたも見かねないの？女同士で育った人って息子ってどんな感じなの？でも子供だからね、兄弟とは違うんじゃない？まあそっか。その質問愚問ね。愚問。あの構成作家さんに謝って。その仕事にさ、つく方が幸せなのかなとか、はこの3日間考えてる。3日だけ。うん。スナックっぽくすればいいんだよ。ああ、儲かりそうね。でしょ。世の中のスナックのママたちに謝れ、俺ね。だってこの間なんか宮崎のスナックロケでお邪魔したんですけど、やっぱりすごかった、なんか。深かった。深かった。ドア開けた瞬間で、ね、だってね。好き好き。じゃあ次スナックかな。スナックだよ。やろう。やりましょう。いいよ。